ビ妙シーサミチキンのレシピ。軽肉などの部位を使っても構いませんが、このレシピに最もおすすめなのは胸肉です。とってもジューシーに出来上がりますよ。いつも同じようなレシピになって飽きてきた。少し違ったものが食べたい。何を食べたいかわからない、なんて時がありませんか。そんな時はこのササミチキンを試してみてください。 他のどんな料理とも合うので、おすすめです。家庭で作る料理と、ファーストフードで食べるものには大きな差があります。セサミチキンも家庭で作る方がずっと良いです。このレシピは中華料理がベースになっています。ほとんど全ての料理には期限がありますが、セサミチキンも例外ではありません。もちろん、 セサミチキンでも場所によって様々な形のレシピが存在します。家にいて料理する時間があってやる気があるならぜひこのレシピを試してみてください。時間もそんなにかかりませんし簡単に作ることができますよ。これからご紹介する手順に注意深く沿って作業してください。 体に影響を与える食材の質にも気を使いましょう。軽肉は低脂肪の肉です。料理のレシピによって使う部位を考えます。栄養をたっぷり取り込むことができます。セサミチキンを家庭で作るには胸肉がおすすめです。これはメインの材料となります。フライパンを使って 他の食材と一緒に調理していきましょう。シーズニングがもたらす香ばしくビターステップな味わいがあなたのお口の中に広がります。こちらもご覧ください。ほっぺたが落ちそう。自家製グアカモーレ。セサミチキンの美味しいレシピ。レシピをご紹介する前にメインに添えることのできるおすすめの料理がいくつかあります。 フランテン、料理用バナナはその一つです。調理法はいろいろありますが、あなたのお好きなもので構いません。とっても美味しい上に、お腹を満たしてくれます。ご飯とも合いますし、サラダももちろん良いオプションです。大切なのは好きなものを、数種類、質の良いものを食べるということです。材料。 鶏胸肉皮なし600、600G。蜂蜜、167G。水、500 m L。醤油、125 m L。細かく切った生姜、15G。コーンスターチ、3 g 作り方。 1. 鶏肉を小さく切ったらしばらく置きます。2. フライパンにオリーブオイルを塗って中火にかけます。3. フライパンが温まったら、鶏肉を入れて約7分焼きます。4. チキンを焼いている間にソースを作ります。5. 蜂蜜、醤油、水、コーンスターチ、生姜をボウルに入れてよく混ぜます。 6. ソースが濃すぎるようなら、お水を少し足してよく混ぜます。7. ソースをフライパンに流し込み、ほとんどなくなるまでお肉とよく絡めます。8. 最後にごまをまぶし、全体につけます。9. さらに1分焼いたら取り出して盛り付けます。